はい、ここでちょっと話挟みますけれども、明治時代にはですね、大阪府と4つの区に続いて大阪市が後から誕生するんです。で、この府と区と市の関係というのをね、振り返っておきたいんですね。できて間もない頃の大阪府というのは、明治の新しい政府が、任命した府の知事が、大阪市長がやるべき仕事も兼任をして、政府の、まあ言えば意向を地域に伝えていく、そういうための機関でした。府というのはですね、地元のことよりも、まず中央集権国家づくりを急いでいた、この明治という特別な時代のね、ならではの出来事だったんですけども、市がですね、できるのは明治22年です。その前に大阪府直属の明治12年にできた4つの区があって、ですから最初はですね、市がまだ機能していない間は、この区が現在市が行っているようなことまで、それぞれの地域で主体的に動いていた一時期があったんですね。区が今の現在の市のような役目を果たしていた。大阪市が発足した時に4つの区はそのまま残って、役割分担をしながら行政が良くなっていく仕組みが、この後だんだんと築かれていくんですが、一つ問題があったのは、当初の市は市政特例といって、大阪は大都市だったんで、まだ国のですね、意向を反映して管理下に置いておきたいというね、政府の意向がありまして、大阪府知事がですね、権限が強かったんですね。で、市はできたんだけれども、実質的に自治体としての要請はしなかった、わけです。で、それがですね、地元の運動によって、大阪に自治を任せてほしいという運動が実ったのが明治32年で、市政特例が廃止されまして、今のような市と区が役割分担しながら、この大阪市域を運営していくという形態が作られていったということですね。はい。